介していきましょう。まずはヒイラギレイさんから。我が家のブロック兄弟の登場です。17、18ともにタイトインナーバレルと強化パーツてんこ盛りでグリップはアメリカ仕様。18C は、トリビコンクーミのドットサイト、フラッシュハイダー、コブラストック、カカカ、かっこいいですね。お次はガスさんから、DMT の電動ガン AR15 の登場です。DMT の電動ガンに、スツハンドガードとサムホール風ストックを、付けた AR15 スポーターです。ストックとグリップはパテを持って、マズルもフラッシュハイダーを、トッパライスポーツライフル感を出してみました。お次は有坂南部さんから、塗装したチープガンの登場です。軽くサクってウェザリング塗装しました。まだまだ下手くそですね、とのこと。数をこなしたらヤバい個体に仕上げそうですね。チープ感はしっかり消えていい感じです。僕も塗装したくなってきました。ヒデティさんからは、青島ルガー B08 と白猫くんとデトニクス3兄弟プラスワンの登場です。 MGC デトニクス、丸いのピンクのアレト V10、 最後にキラッと見えそうなのがダブルベルの MH911A1 です。マズルをしっかり掴んで自身に弾が当たらない位置で保持する白猫くんです。真っ白と真っ黒の名コンビってことですね。 02TUKA さんからは、ファルコン等への MP5K、 40年前に買いそびれたトラウマの一品。マズル部分の丸いパーツが紛失していて入手不可能なため、ボタンを削って自作しました。なんとか形になった、とのこと。キャロムのおなじみのスプレーで化粧直しした。あとトリセツだけなんだが、とのこと。トリセツ欠品はあるあるなんですよね。もう最後のお時間です。モッサンさんから、64式にスコープと M203 をつけちゃったの登場です。そして、駐屯地のイベントで撮った実銃64式、これにも、スコープと M203 を取り付けたいですね。名残惜しいですが最後のお写真、駐屯地のイベントで撮った74式戦車、もう鉄砲じゃありませんが、かっこいいですね。これでおしまいです。Twitter、DM やメールに、画像添付で写真を送ってくれたら、もしかしたら動画に登場するかもしれませんよ。概要欄に簡単な募集要項を、記してありますので、気になった方は一読お願いいたします。それでは、また別の動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべいし。